ジョイトーズパッドキャス変革への道。こんにちは伊藤ジ一です。今日のゲストは脳科学者の茂木健一郎です。茂木さんよろしくお願いします。どうです。本当嬉しいです。ジョイとー喋るんだったらもうどこでも行きます。本当 <laughs> 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 いや本当茂木さんまあ一回なんかディスカッションに。 近くにいたけど、こうやって喋るのって、すごい久しりですね。やっぱりズームとかが多かったから。うん、まあだけど、あの、なんか元気そうで、元気。しかもどんどん世の中が動いてるから、ね、喋りたかったよね、なんかいろいろ。そう、そうなの。うん、ね、いろんなことがあって、ただ、ジョイが、 なあ、ジョイってつい言っちゃうんですけど、いあの、目指してるようなことってのは、どん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 インプリメンテーションされていく時代になってきたから、うんうん、昔はなんかすごく変わり者だった感じするんだけど、うん、ジョイさんが。うん、今、ど真ん中に行う気がするよね。普通になってきたよね。普通じゃないか、まあ <laughs> どど。ど真ん中になってきた感じしますね。まあうん、か90年代、もうすぐ来ると思ってたことが、だんだん今来てる感じがして、うん、で、 なんか気がついたらもう次の世代に渡すタイミングになっちゃってるような気がする。これ、ジョイさん、あの俺、なんか、ディスラプションってさ、なんか、よく言われてたけど、今、ディスラプション、破壊的イノベーションが普通になっちゃったから、なんか、概念がなんかちょっと、なんか違ってきてる気がするんですけど、どうなんですか、うん、そのあたり、うんうん。まあ、だから、前はなんか、こう、ディスラプションを起こすっていうのが、なんか、うん、まあ、若い時って大体そうだけども、うん、今はぐちゃぐちゃになろうとしてるものを、どうやって、<laughs> センスを、あの、こう、残すかっていう、どっちかっていうと、こう、もうぐちゃぐちゃになり、ほっといてもなっちゃう。なっちゃうもんね。しかも、プレイヤーがなんかすごくディストリビュートされてるから、なんかし、仕掛ける必要もないっていうか、勝手に仕掛かってくるっていうか。うん。あ,あと、やっぱり、まあ、僕も年取ったけど、みんなも、だから、僕一番、こう、分岐点だったのは、うん、アラブスプリングの時に、2000年代前半か、で、 あれでみんな破壊したじゃないで、破壊した後、立て直す奴らがいなくて、うん、で、で、変な人たちが戻っちゃって、前よりいいかどうか分かんないようなとこ結構多くて、ええ、だからなんかぶっ壊すだけじゃダメだよねっていうのが、ええ、なんか僕らの世代はアラブスクリーンスプリングで分かって、うん、で、なんかだからこう、あんまりぶっ壊さないで、 変えられたらいいな、みたいな感じで、なんかちょっと保守的になってるのかもしれないけど。そう,いうすごくわかります。あの、だから、例えば、だから、そうですね、えー、例えば、あの、オールドインシュリーションとかね、多分大学だとか、企業とか、うん、あるいはビッグテックみたいなのも、うんうん、ただ壊せばいいってスローガンじゃなくて、なんか、それだけじゃないよねってか、だから、その、うんうん、ビッグテックに対してアラブスプリングみたいなことやっても、どうなんですかね、ウェブスリーとか、そこら辺はすごく考えないといけない感じが。 そうだね。ねだから Web3 はこう、うん、例えで言うと神経から電気に切り替わるのに<っ>人間はもうそこでもうむちゃくちゃになるなろうとしてるところをどうやってこうあの頭おかしくならないようにするかみたいななんかもうそもそもインフラが変わっなんていうかそのコミュニケーションとコーディネーションのインフラが圧倒的に変わっちゃうので,でそれを変えた時にあのどうやってその人間として人間らしさを残すかみたいな。 課題なような気がするんだよね。っていうのはもうほっといても変わると思うんだよね。あの、ブロックチェーンとかうう。ですよね。だから僕あの、NFT で、あのー、まあ、これ別の機会でもさ話すかもしれませんけど、草野恵美さんのね、あの、息子さん、ゾンビツーキーパーとかがああいうふうにやるってのはすごくいいし、僕の知り合いの若い人でも、うんうん、全然なんかその、売れなかったのが、あの、NFT で、あの、 絵を描き、描いて暮らしていけるようになったっていう意味にはすごくいいんだけど、うん、一方でさ、ポンジスキームみたいな話とか、ピラミッドスキームみたいなのもあって、だからものすごくなんか、ケオティックで、だからなんか単にディスラプトすればいいっていうよりも、メイクセンスしたいっていう気持ちの方がも、もものすごく今強いんですよね。ミネルバの袋じゃないけど、なんかどういうことなんだろうっていうかね。うんうん、た,ただやっぱりリテラシーが低いから、ポンジスキームが成り立つのであって、うん、で、リテラシーが高くなってくると、 これは、あの、正しいディストリビューションになると思うのねだだだ。だからた、例えばなんだけども、あのー、なんだっけ、あの、東インド会社が最初できた時って、あの時はもう株ってポンジスキームじゃんみたいな元々ージもともとね。で、株っていうのはやっぱりれ、みんな知らない時にやってたの結構スキャンが多く、うんうん、今でもなくはないんだけども、大体、うん、こう、格付け機関もあるし、みんなも、まあ大体、まあ、要領分かってきて。 だったののもああるしプレイトゥーエンっていうのはゲームをやると稼げるゲームなんだけどもうん、うん、あのお金儲かると思ってお金使ってる人しかいなければポン・ズイスキームなんだけどもうん、うん、ちゃんとこれ面白いし楽しいからお金を払う人がお客さんとしているゲームだったらあの分配、うん、もっとフェアな分配っていう理屈が。 成立すると思うんだよねだからそもそもそのゲームに価値があるかどうかっていうのを見極められたらポンズスキームなのかもっとフェアな分配なのかあの共有してるのかっていうところなんでで会社も同じだよね会社に全く価値がないのに株がすごく上がってるのはポンズイスキームだけれども、うん、会社にちゃんと価値があって社員にストックオプションも行ってお客さんにも株が配られたらこれはもっとフェアな分配っていう言い方があると思うんだよね。うん というのを聞いててもね、今日はあの本来あのテーマとして私さそうなんですあの、ニューロダイバーシティのことを思い出して、あの、やっぱり、ジョイはかなり非典型的な思考回路を持ってるよね。今の聞いてて。のこと言えないけどね。いや,いや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 、<laughs> 俺はさ、それなりに、だって、ジョイの,あのキャリア考えたとだって、あれ、大学2回行って2回目に辞めたんだっけ ?3 ヶ月で辞めたあれうんとね、いや、いろいろあって、あの、1回目は、 1>, 1年やったのかなで辞めて、うん、もう一回行ってまた2年ちょっとやって、うん、もう本当に卒業するちょっと前だったんだけど辞めちゃって、うん、でその後ちょこちょこあの一橋で DBA 取ろうとして辞めてでその後はでも結局 PhD 取ったんだよねそれはあの MIT 取っていや MIT でそう逆だから社長所長やって,ってでプロフェッサーになって。 で、村井先生とずっと前から話してた慶応大学の論文博士を。慶応の本で撮ったの慶応で撮ったの。で、もともと村井先生と、じゃあもう MIT にいるんだから、うん、博士通ったらって言われて、で、ネグロポンテが、うん、学位がないやつを所長にしたのが僕らの, <laughs> あの自慢なんで、る学位取るんだって。うん、ただ、もうさすがに8年ぐらい経つと、 そんな言い訳聞かないし、うちの博士課程の学生は、うん、あの、いや、取ってもいないのに、口出すなみたいな感じで、だから自分のプロダクトを自分で食べなきゃいけないみたいな感じで、とりあえず取ることにして、でも取ってよかったと思う。うん、でも、というの話聞いても、ものすごい非典型じゃないですか。で、あの、僕なんか農家具も本当とずっとやってて、すごいね、あの、困るのが、あの、いろいろあるんですよ。その、例えば、まあ、 普通のなんかインテリジェンスのテストなんかもそうなんだけど、そのダイバージェントシンキングのテストとか、あのクリエイティビティのインデックスとかあるんだけど、おそらくね、ジョイのこの感じって定量化できないんだよね。<ー>おそらく。で、これがすごく困ったことで、ダイバーシティってなんか結局定量化できない、うんうん、なんか、でもある気がするっていうかな、明らかに。それすごく困ったことで。 まあでもそれがネロディバーシティの一つのポイントだよね。で,で測れないからあの結構今までなかなかこの会話って進まなかった部分もあるよね。なんとなくこう大量生産時代ってなんか測れるものがあのなんかメジャーできないものはちゃんとエキジストしないみたいな時代。ただい,いずれメジャーできるようになると思うそのサイエンスで。それとも メジャーし。あの、どんどん変わっちゃうからね。あと僕はあの面白いなと思ったのは、おそらくね、ビル・ゲイツさんみたいなのが、やっぱりあの、まあ、アスキーコートとかの、いわゆるコンピューターのファーストジェネレーションで出てきて、あの、コンピューターがなかったら、うん、ビル・ゲイツさんって単なるオタクで、どっか村の端の方でいた青年だと思うんだけど、ま、コンピュータのシビゼーの渋谷選手と結びついてああなったじゃないですか。うん、で、ジョイってなんかね、コレクションジョイっぽくなると思うんだその、<ー>ウェブ3とか NFT とか、うんうん、なんか、クリプトとか、なんか、 まあでも、その時代に多分あったあ、ね、あった人間っているよね。昔は体が大きい人間。うんうん、で、で、その後は大量生産だと工場とか、なんか結構こう、あの、ルール化された仕組みの中できちっとできる人が必要な時代が結構大量生産時代ってあって、うんうん、で、今はこう、ネットワーク化時代だと、どっちかっていうとみんながちょっとずつ違った方が、あの、インフォメーションも増えるし、うんうん、あの、クリエイティビティも上がったりするような。 だからね、なんか本当、困って、本当どうあの、僕、学生さんと喋ってて困るのが、うん、あの例えば、じゃあ、ネットの企業やりたいっていうときに、まあ、例えばじゃあ、ハックかてっていうか、プログラミングかけるってのは分かりやすい能力じゃないですか。うんうん、でも、そうじゃないんだよね、どうも見てると、うんうん、なんかその、なんかね、プログラムが、コードがかけるってことではどうもなくて、それは必要条件でもないし、十分条件でもないっていうか、な、なんなんですかね。 だだから多分いろんなタイプがだから今まで自分の良さを出せなかったタイプがコンピューターによって出せるような今朝のニュースで、うん、あのバークリー大学で2人喋れない自閉症の人たちが卒業したの。でアだタイプでキーボードで打って、うん、あのタブレットでコミュニケーションして。うんうん で、あの、で、見ても見るかに自閉症スペクトラムなんだけども、うんうん、今までありなかったよね。で、これ多分。しかも二人同時に。二人同時に。で、これは多分、ちゃんと政策、うん、なんていう、大学として、バークリーが、まあ今そういう、あの、ダイバーシティのムーブメントもあるのもあるし、うん、技術もあるし、で、だからそういう意味でタイミングが面白いと思うんだけども、だからそういう意味で多分、ビル・ゲイツとか、 イーロン・マスクなんかのはちょっと前は難しかったかもしれないけども彼らよりもさらにこう今まではなかなかこうあの社会では今までは排除されたような人たちが結構ちゃんとあの生活できるようなあのパターンが出てくると思うんだよね。 だからなんか、ね、あのロックトインシンドロームってのがあって、まあ、その外から見るとちょっと意識がないように見えるけど、実は本人はすごく意識があるみたいな、ソーシャルな、ね、コグニティブなロックトインシンドロームみたいなのが今まであった気がするんですよ、ただいわゆる、ね、日本でいうと引きこもりとか言われてるのもそうなんだけど、うんうん、でもなんかうまくテクノロジーとのプラグインっていうか、なんか、うん、インターフェースが見つかると、今、ジョイが言ったみたいに、うんうんで、おそらく生きていけるっていうか、うん、むしろ輝くような時代になったらいいなっていうかね。うんうん コンンピュータータの前からででもサイエンスではあったよねだから例えばあのこの間ノーベル賞学者を研究してる先生と話したんだけども、うん、ノーベル学者,学者の歴史を見てると<あ>なんかハマってる子,子供ってなんかハマってて、うん、でそこ親じゃないそれを理解する人が面白いじゃんってツンと押すとガーっていくのね。うん、で普通の親だと それやめもうやめやめて外で遊びなさいみたいなさ結構そのハマってることを防ぐ行動が普通あるんだけども、うん、大体そのサイエンスの先生なのか外の大人がツンと押したところがグワっていくのが結構大きくてで今うちの娘も自閉症スペクトラムで,、うん、で彼女とのためにいろんなセラピスト見てるんだけども、うん、結構そのあの だか,らだからある子供とこの間会っててでその子は突然叫び声を出すのね、うん、で親と会ってそして今フロアタイムというセラピーの方法をやってるんだけどもあのその先生と一緒にいてでどうすればいいんだって言われて、うん、いや見てちょっとじーっと見ててこの子はこの電車のテレビが大好きで、うん、で喜びの表現が叫び声なんだと。 でその先生はもう子供と一緒に喜んでいいじゃんってでで叫んだ時にその先生も一緒に叫んで,、うん、でまずそのことにこのの他喜びを共有するところから始めて、うん、で安心させて落ち着かせるとでそこから他の喜びだから2人での喜びとか例えばその問題解決の喜びとか他の喜びを教えていってでだんだん叫ぶ喜びよりも違う喜びも一緒にやるっていう方向に持っていくのね。で、うん、でもでも 何をするにも電車から入る電車が好きなんだから、うん、で今の教育っていうのはまずあのよろあの叫んだらたたくだから一番喜んでる時をダメって言って。うん で、電車がハマってたら電車じゃなくてボールで勉強しようとかっていうので、だから本来一番興味が持ってるものと、本来その人が喜んでる時を応援していけなきゃいけないのに、たいこうちょっと変わってる人たちって喜びの表現っておかしいんだよね。うん、で、たいこう社会ってそれを圧迫するので、だからそういうこうなんだよね、あのちょっとコンピューターの部分はすごくあると思うんだけども、そういう人たちをどうやってサポートするかっていう ノウハウハっっててていいうのもだいぶ今上がきるなんか、結局天才的な人って全部サバイバーな感じがしてでうん、うん、で、なんか僕、キース・ジャレットの,あのケルンコンサートの話がすごい好きで、これ、あの調律が狂ったピアノが間違って置いてあってて、キースもあのすごく長旅で疲れてて、やめたかったんだけど、17歳かなんかの,あの若者のプロモーターが何も知らないで、無理やりやらせたら、それがあの結局、生涯で一番売れた。 なんかアルバムになったっていうあのケルンコンサートの話が好きでなんかあのニューロダイバーシティで困難な人ってなんか調律が狂ったピアノに疲れきって到着したピアニストみたいな感じだと思うんだよね<ー>でやめたいって思うんだと思うんだけど、うん、でもやめたいと思,わ思うのを乗り越えて弾くと、うん、ででなんかすごくいいものになるっていう、うん、た,ただ僕僕こういう個人的な意見だけども、うん、そのち、うん、一番小さい時に、うん、あのそこを 応援してくれるかしてくれないかによってだから一旦ハマっちゃえば何をしても乗り越えていくんだけど、うん、でもちっちゃい時に例えばうちの母親も変なことしてても応援してくれてたんだよね、うん、でその周りにあのそういう応援してくれる変な大人も近くに置いてくれてあ変でもいいんだと思ったから僕もハマられたんだよね、うん、でもまあだからそれも乗り越える人もいると思うんだけども最初ちょっとそのセーフティー上げるとその後平気で変になれる子たちって結構 でその子たちはアンロックされてない子が多いんじゃないかなと思うんだよね、今まで。だから、なんか面白いですよね、だから文明が変わって、うん、あのそういうなんか背中を押してもらって、えー、前に行くニューロダイバーシティな子が、むしろ活躍できる環境が整ってきて、だから俺、Web3 とかね、うん、いろいろ言われてるんだけど、うんうん、僕やっぱりあのテクノロジカルなそのデ,ィスディスクリプションとか見るし、なんかすごいコントロバーシャルなところ、いろいろあると思うんだけど、でも究極やっぱり人間がよりよく生きる。 社欲とかでやっぱり欲グリードとかさうん、うん、そういうものでも動くじゃないやっぱりああいうものって。これ,これでもおそらく誰も SF でもないんじゃないかな,それなんかそのウェブ3的なよくジョイが言ってる DAO みたいなものがあってでそこでなんか本当に分散型で。 どこもコントロールされてないようなところでみんながなんかトークンとかやり合ってなんかいろいろ、なんていうのあのー、コントリビュートし合って、それでそこでダイバーシティが活かせるような社会が、うん、こういう社会ですみたいなビジョンって、うん、あ,あるんかい ?SF とかでも。 具体的にこういうもんなんだって、なんか、うん。いや、でも SF にはあるよ。だからそもそもメタバースっていうのも、あの、メタバースっていう、あの、あ<ー>言葉が、スノークラッシュから出てきてるし、ね、あれ結構ね、うん、僕も見てて面白くて、うん、で、あの本の中に、例えばタイプでしか、うん、 参加できない人は、うん、メタバースの中ではなんかテレタイプとして<で>だからあれもみんなこんなズームしてるんじゃなくて、うん、いろんな人たちがぐちゃぐちゃになってる環境で、うん、それぞれにインターフェースで一つの空間でやってるのですごいインクルーシブなのね、うん、で結構そのなんだろうねあのコリー・ドクトロウの本だとか、うん、結構その,あの今のシステムからドロップアウトした新しい文明ができるでもでもそれを書いたコリーなんか「ウォー k ウェイっていう本とかそうなんだけども、うん、それやって 書いたーがウェブ3反対主義者だけどね。だから結局その今のウェブ3の文化ってクリプトのちょっと金儲けの色がついてるんだけども、うん、僕が一番面白いと思ってるのは、ちょっと先に行っちゃってる若い子たちがいて、だ、うん、から今多分茂木さんと同じ。 ことを言ってるんだと思うんだけども、僕はその今文化的に、この次の世代が作ろうとしてる世界の中に、一番いい技術がポンって入ってきたので、うん、でヒッピームーブメントと同じく、一番 Web3 の重要なところは、この文化革命だと思うんだよね。うんうん、ま文化革命というか文化のこう変革が起こそうとしていて、うんうん、で、そこにこの DAO とかクリプトってうまくはまるので、で今までのなんかこうちょっとポンジースキームとかスキャムのノリから、 新しいいノリに変えななきゃいけなくててそれは多分今始まってるんだよねただそこにあんまり注目されてないのがなんか,だから欲望から解放されればいいなと思うんだよねちょっと変な話オーナーシップとかもだからスマートコントラクトとかさスマートプロパティとかなんかいろいろあるじゃないですかなんかあの手の話もだから結局所有ってなんかちょっと古い概念だよねっていう感じって少しずつ出てきてると思うんだけどでもなんかあのー。 なんか、僕ね、あの、やっぱり Web3 で一番なんか、一週なのは、その、まあ、あの、これちょっとジョイにそう、絶対今日聞こうと思ってきたんだけど、なんかその、中央集権的じゃないとか言うじゃん。だけど、実際にはテクノロジストっていうか、その、Web3 って文化作ったり、技術を進めていったり、クリプトでなんか、マイニングしてるとか、そういうことも含めて、一部の人になんか集中してる感じもあるじゃん。なんかその、人は、人のパワーとか、ウェルスは。それがない、それが解消されない限り、 その分散的って言ってもなんか意味がない気がして、うん、だ,だからそこは僕だから結構今重要な分岐点で、うん、でアーキテクチャーとそのなんだろうあのみんなのこう意識レベルによってどっちにも転べると思うんだよねだからあの今言ってるように一部の人たちにすごくリソースが集まってるのもそうだしあと技術力とかも集まっちゃってるんだけど、うん、ただ一方で例えばトークンの 分配比率見てると、うん、大体のい、e、ー DAO っていうのは半分はユーザーとお客さんに行ってんのね。で、ユーザーとお客さんがかなりのシェアとかなりのコントロール持ってないのは、そんなプロダクト使わないって言ってるのね。うん、で、投資家は昔はベンチャーキャピタルって3割とか取ってたのが今5%になってるのね。うん、で、そのトークンの分配を見てると、今までの不透明な時代に比べて、もう圧倒的に一般の人たち向けになってるで、今、例えばその Web3 見てても、うん お客さんの,あのユーザー数とか昔みんな嘘ついて言ってたのがもうみんな発表しないの見えるのねだから会見も見えるしガバナンスも見えるしユーザー数とか全部見えるからただそれ見えたからって言ってそれをちゃんと一般の人たちが入っていってあのこうデマンドすればどん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 ,どん,あ,のあ,んあの分配が起きると思うのね、うん、でもそれが見えなくてもいいやみたいになっちゃってお金持ちの人たちがなんていうのかななんちゃってウェブ3作っちゃって 今みたいにこう隠していく方向に流れてもおかしくないんだよね。うん、だから今 Web3 作ってる人たちはどん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 非中央集権型にプッシュしてるんだけども、普通のユーザーが使い出すとそんなにいらないって言っちゃう可能性があるそうするとまたね、集まっちゃうと思う。だからかなりその呼吸みたいに分散から中央集権から分散ってこう切り替わって、もう一回今分散しようとしてるんだけども、ほっとくとね、ぎゅーってまたあの真ん中に入ってきちゃうと思う、うんだよ ジョイがなんかあの、ポッドキャストかなんか言ってたけど、おはよう GM ってなんか小文字で書く弱っちい感じとかうんうんうん。ああいうの面白い。ああいうの面白いね。ああそうん。ああいう感じってすごい面白いなと思うんだけど、んなんですか僕でもね、やっぱりね、あの、僕いろんな人と話すから、やっぱり、なん一番、じゃあ、じゃあ極端な話、本当に一番何のテクノロジーも分かんなくて、まあだから例えばじゃあトークンとかの扱いもちょっとよくわかんねえよっていう、そういうなんか個性を持ってる人がいたとすると、その人も、 幸せにできるかどうかっていうのが、なんか身体性チャレンジっていうか、なんかあのア、アンビエントっていうか、なんかその、なんか空気みたいに環境があって、別になんかその、ウェブツイートが知らなくても、何もオペレーションとかマニピュレーションしなくても、なんか普通にその人が生きてると、幸せになる世界って来ると思う。う,うんうん。<laughs> まあ、それは、それもき希望だよね。おじいちゃんとかおばあちゃんとかさ。おじいちゃんとかば、だから、なんだろうね、あの、こないだ山串村の人たちの話聞いてても、なんかゴールデンウィーク中に、うん、 外国から NFT 買って、イーソンミになって、山越に行って、ただいまって言って、おじいちゃんばあちゃんとお話して、で、それでなんとなく関心持っておじいちゃんばあちゃんがディスコードに入ったりしてるみたいなので。そうなのうん。だから、まあちょっとしたストーリーだけど、そういうリアルワールドで多分いろんなあ、あの、DAO とかで、あの、動きが出てくると思うんだよね。で、ニーズがあるとみんな使うと思うんだよね。僕なんかずっとなんか最近気になってるのは、あの、ケインズのさ、 アニマルスピリッツっていうのがすごく気になってて。まあ、ジョイもアニマルスピリッツあるじゃないですか。でほっといても何かしたくなるっていうのがアニマルスピリッツだとすると。やっぱり僕 Web3 とか全部大前提ってなんかアニマルスピリッツだと思うんだけど、うん、逆になんか何にもしたくねえよっていう人も。 いるじゃん。で、なんかそういう人も幸せにできないかなと思ったりするんだけど、<ー>怠け者みたいな。怠け者ね。人、人というか。うん。まあでも逆に言うと、だから今までやっていかなかった変な人たちは今までよりハッピーになるけれども、うん、あんまり何にもやりたくない人たちは不幸になる可能性あるよね。だからそもそもインターネットができた時から、かだから僕も、あの、やっぱり興味がない人ってあんまりインターネット、インターネットより,よりテレビの方が楽しいよね。 向こうから送ってくるから。いや。で、自分から検索キーワード考えなきゃいけない人ってさ、い<や>辛いっていう気もある、ねうんね。だから、うん、結果、なんか選別かかってる気がする。だから、ちょっと,、えっと、昔のペーパーテストだったら、あの、テストのスコアっていうで選別してたんだと思うんだけど、今のその、まあ、Web3 でもクリプトでも何でもいいんだけど、結局これって何か、結果フィルターかかってる気がするんだけど、その、その人のパーソナリティっていうか、なんかトレイパーソナリティ、パーソナルトレートうんうん。 それはどうケアすればいいのかっていうのは僕は意外と考えるかな。筋肉があればよかった時代からなんかこうきちっと物事知識を学んでこなす時代から変でみんなとちょっと違う人の方が強い時代ってこう、うん、シフトしてると思うので、うん、でもちろんできる限りみんなあのハッピーにさせる義務はあると思うし、うん、ただそのなんだろう社会が 必要とするタイプが重点はシフトしてるような気がするんだけどね。うん、だってそもそも情報って同じことをみんながやってもあんまり意味がないじゃん。うん、それはやっぱりみんなと違うことをやる。だからグレゴリー・ベイツ a が言う Information is the difference that makes a difference. で <Yeah. S 1> みんなと違うことをやって初めて情報って増えるわけで。だから情報社会ってそもそもそうなんだよね。うん、で、今までだっ,ただ,だったら軍隊にしても 工場の人にしても、例えば弁護士にしてもみんな同じことをやってても会社がたくさんあれば同じことできたのが、うん、スマートコントラクトだったらコピーできちゃうから、うん、新しいコントラクトを開発する弁護士は必要だけども、同じコントラクトをコピーする弁護士入れなくなっちゃったので、<や>ちょっと難しいと思うよ、その。でそうだよね。でもそこで俺だから、うん、いや、だからあまりにもなんか、なんか、まあ、あの、クリプトにしても,ものすごく早く進んでるじゃん。だからリーガルイシューっていうか、その、 社会的にどうそれを、あの、オールドエコノミーと設置するのかっていうのは、意外とみんなちゃんと考えてない気がして、それどっかでソフトランディングできればいいけど。だから思ったほど早く動かないと思う。で、オールドエコノミーはオールドエコノミーで残るの。で、ニューエコノミーがオールドエコノミーの中をどんどんチップアウェイしていって、でも多分それとうまく世代交代が起きれば。いや、両立するって読み。両立すると思うんですだって今でも、 インターネットあんまり関係ない職業ってなくはないまあ、<の>まあ、まあね。あの、土木とかで、うん、まあ、うんな、なくはないんだけども。だからそ、そういう、こう、で、そういうのが好きな人はそういう職業に行って、だ今は僕は逆に言うと、ダイバージャントの人たちが居場所がなかったのに、うん、そいつらの居場所ができただけで、うん、でもオールデコノミーはそれなりに必要なんだけれども、その、バランスが多少、うん、 だからうちの妹みたいにも学校が大好きな人たちはそれなりにまだい、うん、いい残ると思うね必要だし <laughs> 妹だ妹で学校大好きになったわけ学校大好きだったのそうだったのか、うん、もう満点で <laughs> ハーバードでストレイテイでダブル PhD で, PH で、うん、もうすごいすごいんだよねすごいえ、うん、えすごいねそれはまあそれでそれは素晴らしいと思うけどさ、うん、でもなんか今あのまあジョイみたいな性格だったらそもそも学校のカリキュラム に従う気なんてゼロになるよね。なんからそんなって、やりたいこといっぱいあるわけじゃん。あの、だから、うん、どう、どうなんだろうな。ふえな。う、え、ん、ー、究極だから、あの、うん、やっぱウェブ通訳だから、エデュケーションどう変えるかって、僕はすごくきん,ん,、うん、あの。希望、希望を持って見てるけどね。うん。まだ、あ、だ、だからし。 今、うちのコミュニティ見てても、やっぱ十10代の子たちいっぱいいるんだよね。うん、で、うね、僕もじ、うん、パソ2だったけど、10代の時にパソコン通信で大人と一緒にいろいろ議論できたので、だから一部のちっちゃい子たちはもう入ってるの。入ってんの。で、やっぱりでこ、銀行口座もいらないから、すごくもうちっちゃい時から主体性持っていろんなことできちゃうので、だからそういう意味では、あのー、 だから、でもそれって多分ほとんどの子ではないと思う。うん、で、だからまず外れてる子たちから最初に多分そういうとこに入ってきて、あとはそのアクセサビリティの問題で、例えばソーシャルが物理的な 3D ソーシャルは苦手だけどオンラインソーシャルは大丈夫だとか、うん、かちょっとそういう今だと外れる子が結構多いのと、 あとはこう、ものを作って学ぶっていうのはあるんだけども、今まではこう物理的なものを作れたけれども、組織的なものっていうのは大人にならないと作れなかったから、今ちっちゃい子でもダウを作ったり、組織的な構造をいじる。だから、多分 Web3 って僕、ジョインっていうこと、オンじゃなくてジョインっていう言葉使っていて、多分人間のシステムの、例えばコーディネーションのシステムの道具なんだよね、Web3 って。で、そういう人たちをどうやって関係作って、どうやってガバナンスして、で、どうやってものを作るかっていう、その、なんだろう、その、 あのソサエティの仕組みのツールだと思うんだよね。で、それは今、大人が、じゃあ株式会社とどう違うのっていう大人じゃなくて、うん、もうネイティブな DAO で考えてる子たちが、もう何をするにも、こう、なんかクリプトでそれを組み立てていくっていうことがだんだん増えていくんじゃないかな、ちっちゃい子。で、それが学びの一つのキャテゴリーになると思うんだよね。うん、おもろいね。あの、ほら、最近、あの、僕はあの、創造性のね、特にあの、コレクティブインテージェンスの研究、始めてるんだけど、だからその <laughs>、創造性とムードの、 関係って、ものすごく研究されて。うんうん、で、その、まあ、例えば、ドーパミンとかセロトニンとかそこら辺なんだけど。で、おそらく一番、まあ、いろんな個人差なんだけど、うん、一番ロバストなデータは何かというと、うん、その、楽しそうなムードってかなんかあるじゃんか、その、と、創造性の相関はすごく高いって。だから今、ほら、うんうん、ジョイって会うとさ、いつもなんか楽しそうに喋ってるじゃん。 で、これってさ、想像的な人のさ、なんか特徴なのよ。で、想像的じゃない人ってなんか、しかめっ面してなんか深刻な顔して、それはこうですねって。だから、で、で、Web3 とか、その今の話聞いてる子供たちが、なんかそういうので最初から、えー、そういうなんかオンっていう状態になってる。ちょうどその、想像性を発揮するムードの、情勢にすごくつながるなっての今、うん、聞いてて思いました。この間、あの、テニシーの研究で、あの、幼稚園の前のプレイスクールで、はいはい、一部の子は、 送り込まれていそうじゃない子。で、これ結構恵まれてないあの子たちなんだけど、うん、プレイスクールに行った子たちは、そのきちっとこう、ルールに従って学ぶ、あの、しつけされるの、ね。うん、で、1年生とかまでは、結構その子たち上がるの、ね、成、うん、で、他の子たちはただ遊んでんの。うん、ただ、大きくなってくると、遊んでた子たちの方が成績がいいのね。うん、で、僕は思うのは、やっぱりその、 楽しい時に学んだ方が、うん、まず内在的な動機もあるし、結構クリエイティブで,で、言われたからやるのって多少は動くけれども、だんだんダメになってくるじゃない、そのエネモチベーションって。ただ、思うのは、 日本ってすごいな。まあ、今の現代社会すごいなっていうのは、うんうん、結構嫌な仕事を言われたから、きちっともう一生懸命やって働いてる人たちがいて、で、今までの大量生産社会ってそういう人たちに必要だったよね。はいはい、だからそういうしつけを今までやってきて、で、今、あの、茂木さんが言ったような、その、喜びが支、そさえ、口では最近言ってるよね、ウェルネスで、うん、ハッピネスとか。うん、でも、なんかそれをこう、メケにしわ寄せてややってて、なんか、 アンハッピーが病気扱いされてるけれども、なんかでも、ハッピネスそのものをなんか作ってないような感じもしていて、なんかメンタルヘルスってコストがかかるよね、じゃあみんなハッピーにしようねみたいな感じでしていてやいや、うん。でもね、その研究で面白いのが、そのゴールオリエンティッドっていうか,なんか、例えばじゃあテストの点数を高くしましょうとか、うんうん、宿題をやりましょうとか、そのゴールオリエンティッドなタスクは、 意外と、あの、しかめっ面してやる方が、あの、スコアが上がったりするんですよ。だから、今、ジョイが言ったみたいになんか、なんでじゃあそういうなんかちょっと、えっ、ー、と、仕事はつまんなくて真面目にやるっていう文化があったのかっていうと、きっとなんかクリエイティビティがあんまりいらないような、もうゴールがはっきりしてるよ、ね、うなやつ。それをこなすっていうのは意外とそれが向いてたんだろうね、今まであのね、これだ、誰の研究だか忘れちゃったんだけども、うん、あの、面白い研究があって、あの、ちょっと難しいあの数学の計算があって、はいはい、それで、あの、 ちょっと器用だとあ違うやり方で早くやる、うん、でそれかこう手動でやるっていうのがあってで次の朝起きたらあのもうさっと新しい器用な方法を思いついた人たちがいて、うん、でもう人たちのグループは あののの手動でやるるが早くなってるの<う>ただそのでそれってすごく面白くてその寝てる間にはどっちかをブレインが決めてじゃあ明日またこれやる時にはとにかく手動をもっと効率よくしようっていうのと、うん、違うやり方ないかなって脳が考えるやつらがいてでそれって結構ね分かれてるっていうので,で多分その。 こうエフィシンスを上げていく方法ってい,、うん、いろいろあるよね。で、今言ってたのはプレッシャーかけた方が、こう、リターンがいいのと、うんうん、やっぱりリラックスさせてクリエイティビティを出すの。で、それ、同じ人間にもでも両方できるのかな。それって脳の構造ってタイプってあるのそういう。いやど、どう、どうなんだろうなただ僕、あの、やっぱり、なんか思春期のと育てられ方ってすごく、あの、なんか最近、あの、これもまた面白い思うで、その、あの、ジョイみたいにさ、スーパーインテリジェントな子思って、 あのー、脳のボリュームが、あの、最初小さいんですね。で、それで、春期器ブワッとでかくなって、その、ダイナミックに変化して、またそれで刈り込まれるっていう、なんかその、変化率がすごくダイナミックだってことが、あのー、分かってるんですよ。その、ストラクチャル MRI で。で、これの問題点は、その時にどういうタスクやらされるかで、かなりおそらく回路の性質が違ってる、うん。でもね、僕、十分でスーパーインテリジェンてないと思うよ。僕、なんとなくこうおお、大人になってきて、うん、ど、すっごい弱いとこいっぱいあるのね。 で、その弱いとこを避けて,っていう。いやいや、だから、された僕さ、それは面白いし、イーロン・マスクもすごい弱っちいと思う僕だから、その、見てると。うん、いや、イーロン・マスク見てるとびっくりするぐらい、なんか変な。いや、この前の、だから、だって、あの、日本の人口がゼロになるというツイートも、いや、それ単に、あの、リニアに改 <laughs> 想すればそうだけど、リニアじゃないっしょ、みたいな。<laughs> だから、なんか、それはそれで一種じゃなくて、だから、なんかその、いや、あのね、その、スーパーインテージョンジェンのな子供の脳とか、クリエイティブな脳の、見てて面白いのがあれなんですよ、あの、 回路が太いとか太い、細いとか細い。うん、だからなんかその定型的なタスクをリペティティブにやるような脳ってやっぱりきっとなんかあるとこは太くなんだけどそこはあんまりクリエイティブな脳はいらないっていう。なるほどねで。で、さっきのその、ボギさんのなんだ、チャレンジで、その、 あんまりやる気がない人をハッピーにするそういう人も幸せになるような社会になるかな。うん、だから、ま、まあ、逆にその人たちの幸せが何かにもよるよね。確かに。で、その人たちに幸せは何もしなくてもいいっていうのが幸せだったら、もしかしたら幸せになるよね。下手すると日本ってね、もうコンビニでご飯食べらればいいや、みたいな。あと、オンラインゲームやればいいや、みたいな。うん、だから、そこどう思いますジョイ。だから、よくそれは批判的に言われるんだけど、じゃあ、社会の発展っていうか欲望の行き先はどういう、 ののがいいいかななて言えないよね、うん、みんながあの希望が持てるハピネスを望んで、うんうん、そのハピネスをアチーブできたらいいんじゃないかなと思うんだけど、うん、で僕はだから社会がトップダウンでいい大学出てお金持ちにならないとあなたは偉くないだからハッピーじゃないよって言われるのは僕間違いで、うんうん、何を持ってハッピーで持ってもいいんじゃないのと思うんだけどもただ もう一つあるのは、その、ハピネスって難しいかな。これ逆に、茂木さんに質問として聞きたいんだけども、結局その、欲ってさた、例えばその、僕は、夜になってお酒飲むは、時は、うん、お酒欲しい時は飲みたいんだけども、うん、朝起きた時っていうのは、夜お酒欲しいと思わないじゃない、ね、だから何を欲しい、だから英語だと I want to want。だから、で、本当は一番自分が一番いい状態で、一番理性が働いている時に、うんうん ハッピーになりたいものに行けるのが一番人間な <laughs> 中長期的ハッピーだよね。うん、で、その中毒の人たちっていうのは短期的なハッピーを追っかけて長期的なハッピーを失うわけじゃない。だからやっぱり一番自分が長期で考えた時に希望するハッピーをにたどり着ける道を持てるかどうかで、多分中長期にどういうハッピー、まあ、人にあんまり迷惑かけないものであれば、そういう道がみんなバラバラな方がハッピーな世界のような気がするんだけどね。いや、ほんとそう思いますね。あの、 僕はね、自分の幸せの定義って、はっきり分かってきてて、最近は。あの、AI コンプリートとかチューリングコンプリートって考えたらあるけど、僕はヒューマンインテリジェンスコンプリートっていうか、人間の知性のありったりきりをかけて、やっと解けるかどうかっていう問題を考えてるのが一番好きなんだって、まあだから意識の問題なんかもそうなんだけど。うん で、確かにそれは僕もお酒飲むよ。飲むんだけど、それとはまた違うじゃん。で、僕やっぱり、僕はハッピネスリサーチ、おそらく過去10年ぐらいありとあらゆる文献読んできてるんだけど、うんうん、かなりまだレベル低いと思う。つまりな、なんかその、ブータン的なセンスで GNH とか言ってるんだけど、うんうん、今言ったような深みがないんだよね。あの、ハッピネスの理解に。で、極端にこと言うと、ハッピネスって無知から来るんじゃないかっていうぐらい。だ,だからそこで、その、ダラガマとか仏教のトゥルースで、うん、 アウェアネスがあって、パセプションが開いてて、うんで、そこの中でのハッピーっていうのは、うん、だから真実を理解した上のハッピーと、うん、なんか曇ってて、中毒になって、短期になってる人たちに対して、じゃああなたハッピーだよ。あの英語でね、フリー・レン・ジ・チキンっていう定義ってあるのね。野原に走ってる鳥だけがつけられるんだけども、うん、チキンって最初、こうあ,のああいう檻に入れちゃって、うん 一週間か二週間経って後ろを開けて走れるようにしても出ないんだよね。うん、で、でも出れるっていう定義でフリーレンジと呼んでいいのね。だからそ、<お>からそういう意味で言うと、そのハッピネスの定義を圧迫しちゃってフリーにしちゃっても、もうそこでハッピーだっていうのはちょっとあんまりかわいそうかなっていうい日本人はフリーレンジチキンなのかな <laughs> それとも、開けられても走らないチキンになっちゃってるのかな <laughs> ドクター伊藤、ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> 今日、あの、茂木さん <laughs> ていうか話止まんないよ、これも。そうそうそう。 はい。じゃあ、茂さん。ありがとうございました。茂さん、今日、本当に、あの、ジョイズいや、楽しかったです。あ,すあの、いや、ジョイズ喋ると話止まんないわ。ま,また、<laughs> ぜひぜひよろしくお願いします。はい。いありがとうございます。楽しかった。楽しかった。